日の神様とつながっている、まあ、素敵な方とお話しさせていただきまして、まあ、いろんなお話ししたんですけども、その中でコーヒーについて怒られました、まあ、怒られたのはその方直接ではなくて、その時つながっていた神様から怒られたんですね。で、後で確認するとその神様はアマテラス様だったんですけれども、コーヒーに妥協してるって、まあ、急に怒られちゃったわけですね。で、その時はね、意味が分からなかったんです。でその方と、素敵な方の方ですけども、喋ってるのが終わった後ですね、しばらくしてから、まあ、喉が渇いたんで冷蔵庫に行ってドア開けたんですね。その瞬間に分かりましたね、飲んでないコーヒーがあったんです。しかもそのコーヒーは娘夫婦から、プレゼントとしてもらったものなんですね。まあ、僕にというよりも、僕と家内のね、親、両親にへのプレゼントってことでもらったコーヒーだったんですけども、なぜかすっかりその存在を忘れてまして、全然飲んでなかったんです。で、それで怒られたんですね。それでですね、まあ、一応、神様とかの存在を、ね、疑ってる人のために念のために言うと、僕はコーヒーのことをあの話した方には全然喋ってないんです。だいたい僕自身が忘れてたんで喋れるはずがないんですね。 なのに、その方がつながっていた、まあ、その時つながっていた神様からコーヒーのことをガンって言われたわけですね。ということでですね、まあ、その方もだし神様は、まあ、何でもお見通しだなっていうことですね、というような経験を、昨日しましたという話です。チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。